4次元、サイコパス、不思議キャラ、邪魔だ、浅すぎるリノという男。美しく頑丈な仮面の裏に隠された人間味と愛情あふれるリノの素顔に迫る。キッズの愛は重たいシリーズ。2回目のご登場、4次元担当、リノさん。前回はリノの過剰なプリン愛をご紹介しました。実はリノ、プリン王子でもありますが、猫王子も兼任されていらっしゃいます。今回はリノが愛してやまない猫さんたち、そしてそこから芽生えた素敵な愛についてお伝えさせていただきます。リノを語る上で欠かせないこと、それは4次元でもサイコパスでもなく、リノがとにかく猫が大好きということ。キッズたちの特徴を抑えていて、とっても可愛いストレイキッズの公式キャラクタースキズ。メンバーごとに動物と名前が決められており、公式グッズや MV など様々なコンテンツが配信されており、ステイにも人気のキャラクター。リノのキャラクターはリビットというリノとウサギを英語にして掛け合わせた、とってもイケメンでキュートなウサギなので、もしかしたら猫のイメージがない方もいらっしゃるかもしれません。似てるんですよね、すっごく。本当によく特徴を捉えていらして、この鋭い目つきに可愛らしいお顔、悪魔ウサギだ、かっこめいめワンちゃん。しかしリノはとにもかくにも猫が大好きなんです。インタビューで好きなものを3つという質問を受け、他のメンバーがストレイキッズが好き、ステイが好き、歌が好きなどと答える中で、うちの猫、お父さん、お母さんと答えて笑いを取っているリノさんですが、きっとこれ本心。キッズたちの休暇や日常を感じられるコンテンツ、スキーズ Vlog。 記念すべきリノ Vlog エピソード0では、実家に帰るとすぐに愛猫たちをステイに紹介してくれました。リノの愛猫は3匹、スニ、トリ、ウンイ。3匹ともリノに似て、とっても端正なお顔立ち。リノが実家での様子を伝えてくれるたびに思うのですが、すっごい豪邸ですよね。家具もそうだし、壁紙もつるところどころで変わっていて素敵だなと思います。リノの Vlog には必ずと言っていいほど猫さんたちが登場します。リノの嗅覚は 500m 先に猫がいても分かるほど発達しており、友人と車で夜道を走っていても、その闇の中に黒猫がいたことを断言します。友人からはさすが猫の執事と呼ばれています。友人と遊んでいても猫の姿があるとそちらに夢中なので、執事と呼ばれるのも納得です。猫ちゃんたちのご飯もリノがきちんと準備している姿も拝見することができます。 Vlog に限らず、リノはストレイキッズの公式インスタグラムで猫さんたちの様子を頻繁にステイに知らせてくれます。こちらはクリスマスのスニ、トリ、ウンイ、トリノさん、おのおのが可愛らしいクリスマスの衣装を身につけて、飾られた小屋の中から顔を出したりするキュートさが詰まったポスト。あくまでもメインは猫さんたちです。リノさん、自分の動画は最後です。ご飯をあげている動画もまた可愛いんです。優しい写真を撮るのは難しいっていうキャプションですが、食べてる姿そのものが可愛いので問題なしです。音声はないのですが、きっとリノは可愛いと言いながらご飯をあげていたと思います。とにかく実家に帰ったら愛猫たちと遊ぶのが大好きなリノ。その遊びは様々で、またタイトルの付け方がリノらしさが感じ取れます。休暇に実家に帰って猫さんたちに素敵な衣装を着てもらったり、パーティーを開催しているリノさん、本当に猫さんたちを愛しているのが伝わってきます。日々忙しいスケジュールをこなし、ようやく訪れた休暇でしょうに、リノにとっては休むことより猫さんたちとじゃれお世話することが何よりもリフレッシュになるのでしょう。愛ですね。猫さんたちにカメラを向けながら、君は僕より人気があるんだよ、ステイはいつも僕に君のことを聞くんだっておっしゃってましたが、それはですね、リノさん、猫さんたちが可愛いのはもちろんだけれども、リノさんがあまりにも幸せそうだから聞きたいんです。猫さんたちの話題になるとすっごい多幸感が溢れ出ている自覚はないのでしょうか。猫さんたちの姿を収めながら、俳優合格だねとか言ってるの可愛すぎるので気をつけてくださいね、もっとやれ。ステイにも愛されているリノと猫さんたちとの出会いはまさに運命だったようです。そのことをリノは雑誌のインタビューで話してくれています。動物病院で死にそうだった猫を飼うことになった。目が合うと否や僕の猫だと思い連れてきたのがスニだ。ルンイは知人の方から引き取り、鳥は廃棄猫センターから連れてきた子だ。幸いにも心を開いてくれた。はあ、リノさん、あなたって人は幸いにも心を開いてくれたって言うけれど、それはきっとリノが心を開いていたからこそでしょうし、視線が重なってすぐに僕の猫だと思ったその気持ちが伝わったからこそ、みんなリノに愛される勇気を得ることができたのだと思いますよ。鋭く、そして美しいその嘘のない瞳から、猫ちゃんたちは安心感を得たのではないでしょうか。
もっと幸せになってリノを幸せにしてください。愛寮ちゃんたち、もちろんステイもたっぷりの愛を送り続けます。リノの猫愛は愛寮だけには止まりません。キッズたちのわちゃわちゃをさまざまな角度から見せてくれるリアリティコンテンツ、スキズコードエピソード10から12では、日々忙しいキッズたちが癒しを求め、秋の静かな田舎に宿泊して自転車に乗ったり、野菜の収穫、料理を作ったり、足玉対決をしたりする様子を見ることができます。エピソード12、2日目の朝、アラームもかけずセルフ起床したりの、そして朝ごはんを作るために起きた班、その班に選ばれ起こされたバンちゃん。仲良く3人でキッズたちの朝ごはんを作るのだろうと見ている誰もが思ったことでしょう。しかしここにリノの姿はありませんでした。広大な田舎を朝から歩く黒マスクの2人、かっこいい。じゃあリノはどこに行ったの？大丈夫です。二度寝などせずリノは朝の田舎を1人で散歩に出かけます。バンちゃんとハンが眠気目で歩いて朝ごはんのエビラーメンを作る材料を探し求めている最中、リノさんは優雅なお散歩です。本当に踊る彫刻って言われるだけあって、横顔も美しい。行くあてもなく朝の田舎の空気を楽しんでいるように見えますが、リノの右手をご覧ください。何やら握りしめていますね。こちらはチュールです。リノの目的は散歩ではなく、猫の姿を目にするとゆっくりと歩み寄り、かがんでチュールを差し出します。背後からはもう一匹猫のお姿が。朝の田舎の小道でリノと猫2匹の交流会が始まります。自分の朝ごはんよりも猫との時間が大切、おいしいと優しく問いかけながら2匹の猫にチュールをあげるリノさん。すかさず撫でて安心させている様子がうかがえます。この歩み寄り方大切ですよね。猫たちもリノからチュールをもらうことに抵抗がないようで、微笑ましい朝の時間です。チュールもっぱん返し、一つのチュールを取り合うような場面で、リノは猫たちに、君たちはどちらが先に生まれたの？と序列を決めようとしましたが、それが嫌だったのか一瞬猫が離れると諦め、チュールもっぱんを見守ります。ここで序列の話をしだすのがリノらしい。もっぱんの後は楽しい遊びの時間、チュール片手に猫たちに遊び方を教えるリノさん。もちろん猫はためらいます。私が猫だったら、こんなイケメンに急にチュールもらえて優しくされたらすぐ懐いてしまいますけれど、だって見てください、寝起きから間もないのにこのビジュアル美しいです。またどこかで会えますように。ここまでリノさんがどれだけ猫が大好きかをお伝えしてきましたが、リノの愛は愛寮、そしてこうして出会った猫たちだけでは受け止めきれないほど大きいのです。仲良し家族のストレイキッズの中でリノはヒョンライン、いわゆるお兄さんの立場です。バンちゃんとはまた違う角度と感度で弟たちをしっかり、それはきっちりと見て、いいしつけしています。一人っ子とは思えない、それはもう鋭いしつけをしていますよね。ところでリノの弟たちはキッズたちだけではないことをご存知ですか？リノはバックダンサーを務めていた頃から、ユニセフを通してアフリカにいる一人の子を長期講演していることを雑誌のインタビューで話してくれています。明確な発言はありませんが、おそらくユニセフのマンスリーサポートプログラムではないかと氏は推測しております。子供の命を守り、健やかな成長を支えるプログラムです。支援金とともにお手紙や文房具なども送ることができます。支援している子の写真も届くことがあります。この活動を通して、最初は一人の子を支援していたりのですが、今は複数人の講演をしているそうで、弟たちが色鉛筆で手紙を書いて送ってくれるが、受け取るたびに胸がいっぱいになるとも話してくれています。最初の一人の子はもう中高生、リノがアイドルだということは知らないようです。リノはいつか機会があれば公演に招きたいとも。リノの愛は愛寮をはじめ、行く先々で出会う猫たち、そして会ったことはないけれど大切にしている弟たちへ、さまざまな形で届けられ続けているのだと思います。一過性ではない愛情を継続するのは、心の底からの愛がないと難しいと思います。それを続けていけるリノって、もしかするとキッズたちの中で一番人間味があるのかもしれません。四次元だし、不思議なところは多々あるけれど、なかなかできることではありません。いつかそれを話してくれたらなと思いましたが、リノは絶対話さないでしょうね。リノが長年寄付や人道、動物支援を継続していることはお伝えできていると思いますが、それは保護猫を迎えることや公園だけには収まりません。見える支援にも積極的に参加しています。もちろん公言はほとんどしていません。リノは私服で動物愛護の指輪やピアスを積極的に身につけている姿を見せてくれます。LGBTQ 支援のピアスも身につけており、その姿を見せることでより良い影響になればいいと思っているのだと考えられます。リノとお揃いのアクセサリーをつけることで、
リノが大事にしている支援活動に参加できるのってとっても素敵なことだと思います。しかしなかなか手に入らないんですよね。ピアス、見える支援の形は時に反感を買うこともあるかもしれません。みんながみんな支援を理解しているわけではないのが悲しい現状です。しかしこうやってリノが積極的に見える支援をしていてくれるなら、自分も参加してみようかなと思うステイもいらっしゃると思います。現金の寄付だけではなく、その時で終わりにならない支援というものがあることを教えてくれてありがとうリノ。ちなみにリノさん、愛猫の名前を刻印したリングも海外に行く時に身につけている姿を目撃されています。で、ケアイダナーも2024年2月28日に国際協力 NGO ワールドビジョンよりリノが最年少でボブピアースオーナークラブに委嘱されたことが発表されました。ボブピアースオーナークラブはワールドビジョンの創設者であるボブピアースにちなんだ高額後援者の集まりで、1000万円以上の寄付、そして様々な地球規模の問題を分かち合いの価値を知らせることの先頭に立つ後援者を会員に委嘱されるクラブ。後援の結果を透明に公開、活発な寄付文化の定着を促す寄付の集まりで、 JYP エンターテインメントのパクジニョン代表をはじめ、各界各層の人物が社会の各分野で分かち合いの価値を発信していらっしゃいます。リノが2024年1月ワールドビジョンのグローバル食糧危機対応事業に1億ウォンを寄付しました。また昨年2月にはトルコシリア大地震の緊急救援に参加していたことも明らかになりました。とってもハードなスケジュールの中で支援活動にも参加していたとは、リノさんビッグラブが過ぎます。リノは韓国国内外の子どもたちのために少しでも自分の力が役に立つのであればそれだけでもありがたい、自分がいる場所で自分にできることを考え、いただいた愛をお返ししていきたいと発表。家族、愛猫、そしてステイからの愛を活動だけではなくこういう形で返していきたいという気持ち。天使やん、本当に尊敬します。悪魔ウサギって呼んでごめんね。4次元やサイコパス、不思議キャラと言われているリノ、けれどそれはリノの一部分であって、実際はカーナーリ愛にあふれている方なのではないでしょうか。今回はリノの愛猫との関係、そして支援活動についてお話しさせていただきました。4次元サイコパスなリノも、慈愛の心に満ちている天使なリノもステイは大好きだよ。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。